皆さんこんにちは、神棚の里の斉藤蘭です。今回はモダンなヒノキ製の神棚板整えをご紹介いたします。この整えはどなたでも簡単に壁に取り付けができるモダンタイプの神棚板です。静岡県産のヒノキを使用し、お札を3体お祭りできます。説明書の通りに壁掛け金具をつけるだけで取り付けが完了します。このように寝具を設置し、丁寧にお祭りすることができます。簡易神棚も設置するとさらに丁寧にお祭りできますね。神棚板の上部には神社の象徴である地儀を施してあります。お受けになった浜屋もお札と一緒にお祭りすることができます。神社の象徴である地儀、この整えの地儀は男地儀と女地儀の両方がつけられている神棚板です。リビングに馴染むシンプルなデザイン、お札を3体並べ、シンプルかつ丁寧にお祭りできる整えはマンションにお住まいの方にぴったりです。そしてこの整えという名前、お祭りする神棚、寝具、心、すべてを整えることから整えという名前になりました。整えは神棚の里の店舗や神棚の里オンラインショップでご購入いただけます。概要欄でもご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。以上、整えについてでした。神棚の里ではご紹介したもの以外にも、様々な神棚、寝具を取り扱っています。店頭でご覧いただくことも、インターネットでご覧いただくこともできます。また、お店にご来店いただければ、スタッフが丁寧にご案内させていただきますので、神棚の里にぜひお越しください。こちらのチャンネルでは神社や神棚についての様々をご紹介しています。チャンネル登録・高評価をいただけるととても励みになりますので、よろしくお願いいたします。 LINE、Instagram、Twitter でも活動しています。概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。斉藤蘭でした。